旧上田市立図書館は、長野県上田市にある建築物。1915年春工であり、1993年には、上田市指定有形文化財に指定された。明治記念館、上田市立図書館、上田市役所分室、石井鶴造美術館、貝古と上田館など、時代ごとに様々な用途に使用された。 2018年の旧上田市立図書館1913年から上田男子小学校同窓会が市民に寄付を募り1915年に明治記念館として竣工した。当初から図書館としての使用が想定され1923年に上田市に寄贈されるとそのまま上田市立図書館の建物となった。1970年には上田市立図書館が 植田市在木町の現在地に移転したため、隣接する植田市役所の分室として使用された。1985年には石井鶴造美術館となり、46年間もの長期にわたって植田町査講習会の講師を務めた彫刻家石井鶴造の個人美術館として使用された。1993年2月3日には植田市指定有形文化財に指定されている。 2008年には耐震面の問題などが理由で石井鶴造美術館がこの建物から去り小さ型上限教育会会館に石井鶴造美術資料室が設置された2010年には交流施設のカイと上田館が開館し5年間で1万人以上の来場者を集めたしかし耐震性への不安などからカイと上田館は2015年5月10日をもって閉館した ドイツ風、アール・ヌーボーの流れを組んだ衣装が見られ、長野県を代表する、大正期の近代建築とされる。ありがとうございます。